ドペセーソンが使ってまいりますのはレギュレーション H 発表ということでですね、来月から、なんとね新しいルールが発表されたということで、ね、それに関する動画を撮っていきたいと思います。ビエラの近況としてはね、ちょっとだけ説明すると、先月300戦以上ランクバトルを実は潜っていて、対戦動画を全然上げていないという、ね、ことになってしまいましてですね、でもいっぱいやったんで、ちょっと、この伝説ルールに関して、ね、世界大会もあるんで、ちょっとこれから、何本か動画を撮っていきたいと思ってるんで、よろしくお願いしますというところなんですけれども、来月からはね、なんとこちら、準伝説ポケモン、伝説ポケモン、パラダスポケモン禁止ということがね、発覚いたしまして、これはですね、つまり羽ばたく神とかが使えないわけなんですね。しかもウーロースとかディンルとかイーユイとかバオジャンとか何もかも使えないということでですね、羽ばたく神もう飽きたよと、もう何ヶ月も前からね僕言ってたんで、これねかなり神です。今はねもう羽ばたく神っていう感じではそんなないけど、普通に強いし、とにかく順伝とかね、伝説ポケモン、パラドックスポケモンがもう幅利かしまくっててですね、本当にシーズン1ですよ、もうマスカーニャが幅を利かしてたあの頃が思い出されますよね。あのような環境になるわけですよ。寿司が多分ね、最初みたいに強いと思うんですけど、そういうところに関してもね、ちょっと黒い霧が技増しになったりとか、覚えるポケモン増えたりとかね、ガオガエンとか使えるんで鬼火とかできたりとか、いろいろ対抗策増えてると思いますんで、めちゃくちゃ今から楽しみなんですけれども、今回ね、この発表で一つだけめちゃくちゃ気がかりなことがね、書いてありました。こちらです。ドン！2015年1月6から2025、4月末までは2024、5月から実施されていたレギュレーション G を使用してランクバトルを予定していますということでですよ。こんなことってありえますか？こんなことありえないですよね。カムバックなんてことはなかなか聞いたことないですよね。初めて聞きましたよ。これ何ですかね、これ。これはですね、おそらく新しい何かが追加されるということです。これはこれね、ゼルネアス、これ追加されますね。これ世界大会の後なんで、これ世界大会の後なんで、伝説ポケモン、禁止伝説ポケモンは使えるまま、新しい何かが世界大会で発表されて、8月中旬、17日とかですか、に発表されてですね、そこで、ダウンロードコンテンツ第3弾来ました。第3弾鎧のこと来ます。これで急にもうその日にリリースされて、そんなことありえないかそんなことありえないか、なんかちょっと新しいポケモンが解禁されて、もう一回伝説ポケモンで、暴れ回りましょうみたいなことになるということでしょうか。本当にどうなるか分かんないけど、てかもうこれ期間が微妙なんだよね。1月から4月末ってことは、世界大会とか全国大会ではないんですよ。でも全国予選にはまた絡んでくるよねということになっておりまして、マジで意味が分かんないっていうね。てかもうルールネタ切れ入った、もしかして。テラスタル禁止とかの方がなんかまだ新しくない？いやでもそれはちょっと微妙なんですかね。いやでもテラスタル禁止で、その全国権利、世界権利に関連する大会とかをしないみたいな、そういうノリなんですかね。わかんないですけど、いいや、レギュ H の話でもしましょう。ガチグマとかね、海竜とかが、このね、ドンって書いてあるんで、やっぱこの2体とかめっちゃ強いかなというふうには思いますが、特にシングルでは強いかな。ダブルでもこの2体かなり強いんじゃないかなというふうに思いますし、あとダブルだとやっぱヤバソチャとかね、かなりいいんじゃないですか。ヤバソチャいるとヘイラッシュとかも結構なえると思うし、トリックルームもできるし、おもてなしもできるし、これ結構ね、強いキャラになるというふうに思いますね。あとはレギュエではいなかったらブリジュラスとかもね、だいぶ強いんじゃないですか、シンプルに。エレクトロビームも強いし、持久力も頑丈も何やっても強いか、こいつは。翡翠ヌメルゴンとかもめっちゃ強いな、多分な。翡翠系のやつとか、ドレディアとかも、そこそこ強いか。でも、ハレは、でも一応コータスとかは使えるもんな、多分。しかも、こいつも使える。やばい。こいつはさすがに、環境変えるわ。さすがにこいつは。ってことで、本当に、あとは、もう本番楽しみするのみとなっております。僕、あとね、世界大会、現地行きます！ということで、世界大会で撮ってほしい動画とか、
あのバズりそうな企画とかもう撮ってほしいやつ、バズりそうなやつ案ください。コメントとか、まあとっておきがあるなら DM でもいいんで、 Twitter の、はい、よかったら送ってください。ということでですね、まあしっかりと、ハワイ動画も備えていきますんで、ぜひそちらにも期待してください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではバイビー。